ディープドップはこのようにですね、癖になるミニの頃ようなリズムを持った曲を歌っているバンドでございます。はい、そうですね、僕たちが楽しんだ楽器がたくさん取り入れられてまして、私たちはそのビッグバンドの響きとか世界観をアカペラで表現して皆さんに届けできたらいいなと思っております。2曲目でも僕たちの世界観にどっぷりハマっていってください。それでは最後の曲聴いてください。福山雅治さんで「ヤン」。 Thank you.
ありがとうございました。